うわ絶対これやん。巣穴の深部に到着しました。このエリアに巨大生物のジョーがいるはずです。しかもジョーは進化しより強力になっている可能性があります。我々はこの未知の生物をデスクイーンと命名しました。作戦目標はデスクイーンの発見、そして撃破です。ならば武器を変えるか。あ、仕掛けた。はい、オッケー、地下目指すぞ。武器はバーストのやつ、4発バーストで撃ったやつね、とフレームガイザー。これはもう明かり役と思ってもらったら、もういるんちゃうか向こうに。もし飛行型がこれまで出現した巨大生物から進化したとすれば、オッケー、いいぞ。進化したのは巨大生物そのものではない。よし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 、どういうこと。女王が進化した、女王が進化したってどういうこと。危ない危ない、うん、飛行型巨大生物の女王がいるかもしれない、うんうん、注意して進め。オッケー、これ大丈夫、これ大丈夫。ちょっとある程度明るくなった。オッケー、よっしゃ、いいぞ。あれ後ろにいる、後ろにいいんやな。おおおお、待って、フレームガイザーこれ耐えといた方がいいな。常に明かりがないと怖いからな、マジで。はい、よっしゃ、はい、見え。なんやなんやこれ、やばい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 、戻ろ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 。あっか、ハチもおるやん、ハチもおるやん。いや、ハチも来んのこんなとこから。なんでそこにいんの、ハチ。逆から来てるやん、逆から来てる、逆から来てる。やばいやばい、逆から逆、逆サイド、逆サイド、逆サイド固めろ、逆サイド固めろ。おっしゃおっしゃ、ほらほらほら、当たってるこれ。このままこれ、このままこうやって出たら勝てるこれ。なんか倒せてんのか倒せてんのか分からへんぞ。あかん、過呼吸になってきた。上官、上官についてきて。あかん、この足邪魔、上官もこの足邪魔だ。あかん、足も折れた。あかん、言ってる場合ちゃうわ。ん、どこに、どこにいんの。なになになに、言うてるやん、なんかウィングダイバー。うわー、もう女王とか絶対でかいもんな、目に見えてでかいの分かってるもんな。これこれちゃう、これちゃう、あ、ちゃうわ、これちゃうわ、向こうや。うわ、ちょっと待って、こう、もう仲間あんま連れてきたくない、もう。なんやったらもう一人でいいわ、逆に。なんか絶対に俺巻き込んでまう気がする。爆発系やった方がよかったかな。レンジャー4-3、おう。オッケー。よし。一緒に行こう。一緒に行くぞ、お前ら。レンジャー4-3、ストームチームの到着を待て。もう合流した、合流した。ほら、オッケー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 、こっちやな、こっちに行けばいいねな。よし、このまま明かりの方に行くぞ、お前ら頼むぞ。ちょっと歌っといて、あんま喋りたくない今喋りたくないはよくないか。よし、はい、よし、こっちかな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 、了解。あ、当たってる、なんか、あーあ、ハチいっぱいいるわ。よし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 、オッケー、これである程度倒せるんちゃうか、明かりにもなると思う。うわ、赤っ、真っ赤っすやん。ほらほらほら、うわ、なんかもうわからんわからんわからん、あら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 パリグってきた、パリグってきた。ちょっと待って、ちょっと待って、フレームガイザーが弾の遅いね。ほら、赤ミスった、えらいとこにガイザーってるやん。赤えらいとこガイザーってる、すごいガイザーってる。あれ、お前らこう来た、来たら頼むで、来たら頼むで、ガイザー食べたらあかんか俺。はいはい、おっしゃ、あんたえらい向こうにガイザー炊いたわ俺今。よしよしよし、あと2匹あと2匹、よし1匹、はい1匹、あと1匹はこっち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 、どっかにいいん、おった、オッケー倒した。よし、ん、まだいる、え、まだいる。うわ、マジやばいこれ、ほんまに長い、困る。こっちでかいね、ほんでこう空間が、思わん、めっちゃでかない、広すぎるやろ。あ、あいつらちょっと合流しよう。ここが最深部だ。あ、ここ最深部？了解。この先にいるらしい、みんな。
落ちた、もうここから撃て、もうお前らも近づくな、近づくな、うん、見えへんぞ、どこにいる、どこにいる、どこにいる、押すなって、押すなって、お前、え、なんか 見えへんねんけど、動機が激しくなってきたぞとか、激しく同意、激しく同意なんですけど、ほら、当たってるっぽいじゃん、うわ、めっちゃ来るじゃん、なんかめっちゃ羽見えた、めっちゃ羽見えた、やばい、やばい、やばい、ほら、え、めっちゃ羽見えへんかった、なんかめっちゃ羽見えた、俺だけ、うわ、めっちゃ来るで、絶対めっちゃ来るって、みんな気ぃつけや、 X の字で、俺ほらめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい、なんか RPG っぽくない、 RPG っぽいだったやろ、いいやん、やっぱフレームガイド強いな、これいいぞ、ジョーは、ジョーどっか寄るはずやで、ちょ、これ耐えようと、なんとか、うわー、でっか、針、針でっかすぎません、なんかあれ、女王の針やろ絶対、やっぱ女王まで来るやん、もう、うわー、何それ、きつい、きつい、きつい、うわー頑張れみんな、大丈夫、大丈夫、大したダメージじゃないから、ガイザ、ガイザ撃たして、ガイザ撃たして、うわ、来た来たあっち寄った、ごめん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 、お前ら逃げて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 、来た、ほら女王来た、ほらやっぱ、ごめんだみんな、ほら、あれ女王やった、顔だけやで、あれ、うおお、顔だけであれかよ、お前どんだけでかいねん、やっぱ、んうおお、女王ちゃん、あれ女王や、ほらでっか、見てみんな、ほらあれでかすぎるやろこいつ、やっぱ、撃て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 、みんな撃て、今や今や、撃て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 、やばい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 、撃て、早く撃て、倒した、倒したっぽいな、あれ、こっちか、うわ、まだおる、え、何匹いるんす、一夫多妻制、ここ待って、女王って一匹ちゃうの、一夫多妻制なんす、マジかよ、なんか当たってる俺顎が、あの方向や、あの方向におるぞ、なんかあの方向におる、あれや、撃て、あ、ごめん、ごめん、な、違うもん撃ってもった、いや、もういい、お前らがどうでもいい、今俺もう悪い、もうお前らのことを考えてない、今考えたくもない、別に、あ、下があんのか、これ、下があんのか、これ、ほら、はい、はい、もう一度、ほら、すごい、ここほら、えらいでかさやな、こう考えたら、ちょっと回復だけ添えてあげようか、おっきいのいる、おっきいのいい日やんな、おっきいのいい日やんな、おっきいのいる、じゃあお前らまだいいけど、おっきいのいる、あ、もうおっきいのだけ勘弁してや、いい日やんな、俺ほんまただでさえでかいの無理やでんで、俺大きい生き物無理やで、オッケーよっしゃ、もっと働いてもらうぞ、よかったー、やっぶな、さあ、ではこっからは、ウィングダイバーで攻め込みたいというふうに思います。で、あのウィングダイバーの武器見てほしいんですけどね、武器を結構強くしました、レベル87なんてなっちゃってね、もうこれもポケモンでも感想のレベルちゃうのっていうぐらいの高いレベルになってるんですけれども、まあ今回はこのルクサードっていうもの、そしてエクレール、LIM っていう、リムって読むかなっていうもの、この2つをちょっと使ってみたいと思います。まあまあ見た方が早いと思いますんでね。さあ、では一番下行きましょう。ということで76番、これはですね、ディロイを倒せっていうような感じの、任務かというふうに思いますんで、まあそのまま一回行ってみましょう。はい、やります。さあ、あ、仲間や、もう仲間置いとくかな、飛び回るからさ、ここら辺におろうかな、じゃあ上官、あいよあれだけ、おお言ってるわ、歌手や、ここも見たことあるね、なんかね、おお、すごい、あんなとこにほら出てきたわ、輸送船、あれ輸送船、俺でも攻撃できひんな、どうしようかな、届くかな、これ、はい、これ届いてる、届かへんよな、届くわけないもんな、おお、潰したん、もう早っ、あれ届くかな、いや、これ結構距離飛ばな、届かへんのちゃうかな、ちょっとここ上いける、これ、あ、上いける、いける、いける、ほら、はい、
はいはい。これは電撃銃と言いましてね今上官非常にピンチな状況なんですけれども、電撃銃と言いまして、あれなんかあいつ強いな、あいつが強いんかして、なんか全然ワイワイの今全然なんていうの、出場機会が全然ない。危ない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 体力がほんまにオッケー。あの仲間の体力も回復できないからね、もう今のワイワイは。これまあレンジャーやったら回復できるけど、おっしゃ、とりあえず自分の体力だけ十分に回復して、よし行きますよ。うん、こ上にいる、あれ違う、これまた上のやつ来た、来たな。アースイーター、はい、ナイスー。アースイーター倒せるかな、これめっちゃアイテム落ちるな、こうすごくない、このアイテムの量。こいつが多分めっちゃ落とすんやろね、アイテムを。よっしゃ、じゃああとはあの輸送船はもう なくなったん、アースイーターだけ、あとじゃあとりあえずあいつだけ倒そっか、あいつだけまず倒そう。オッケー倒した、オッケー上官倒したよ。あとは多分アースイーターを倒せっていう感じだと思うねんな。戦闘マシンを投下してるぞ。お、戦闘マシン、あ、また懲りひんやつらやな、お前も。おあ、これ背高いバージョンや、背高いバージョン来た、ほら、いやいやいや、どうした、いや、おー、いいね、真っ下に入り込むってのは初めてやね、これね。お、改造型デュロイの、あがががががあがががががあがががががあがががあがががががあがががが、やめて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 、あ、いや、なんかさ、上官なんか自分らと同じような格好やったのに、こんなの来たなんかコスプレみたいに見えへん、上官。うるさい、お前は。おっしゃ、じゃあ行くか。いや、ベイビーナンバ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 ーワン、行くか。意味わからんか。ゴーストチェイサーとサンダースナイパー40というものを持ってきました。これスナイパーなんで、こうやってほら遠くまで届きますね。で、この 武器もね、あの右側の自分のなんか飛ぶゲージをね使って、まあ撃つ銃になりますね。まああんまり今ダメージ強くないけどね。で、もう一個このゴーストチェイサーってやつは、おお、やるやん。ゴーストチェイサーってほら、まだね、30個まで、あの、なんていうの、こうロックオンしてくれるらしい。で、撃つと一気に飛んでいってくれるっていう。これすごいやろ。まあ、これがこいつにふさわしいかどうかはわいわい分からへんけど、届いてんのかこれ、届いてんのかどうか分からへんけど、これはでもね、あの自爆する可能性があるんやって、近かったら。なんか四方八方に飛ぶからね、だからそこだけ気をつけろっていう。でもすごい爽快感やなこれ、見てこれ、みんなほら、ここでほらドーン。これやばない、これやばいな。こんな車あったけどさ、お前これすごいわ、なんかモグタみたいやわ、モグタン化した俺ついに。行け、ゴーストチェイサーよ。うぅー、いいねー。でもかなり近寄らなあかんな、それがめんどくさいな。まあいいか、近寄って、うおほほ、あー、はい、どうせだ、もう一個見せるよ、了解。あと二つ武器見せます。まず一個、デモニックランス。これは近距離の攻撃なんですけれども、一発が確かね1万5000ぐらいのダメージを発生させるそうです。もう一個 XSX プラズマランチャー、これは普通のプラズマランチャーというか、なんていうの、爆発するもんですね。だから例えばこういうところに乗って、こう、まっすぐ飛ぶかな、こう、あ、まっすぐ飛んだ、これね、爆発するやつね、あえてほら、これはあの結構強いと思います、イメージで言うと。ほら、もう上届くんかな、はい、上は届かへんか、上は届か、あ、届いたね、届いた届いた、結構届く、おーおーおー、見てた見てた見てた、見てなかった、結構届く感じですね。まああのどっちもね、このプラズマランチャーに関してもデモニックランスに関しても右のゲージを使うものということで、あんまり移動はできなくなってしまうかもしれないですけれどもね。ただまあこういう武器もご紹介しておこうということで、ちょっとえらいややこしちゃってますね今ここ。
よし、デモニックランス当ててみるぞ。ほら、おお、一発、一発、デモニックランス一発でした。足に当てたにもかかわらず一発。これでも待って、俺無理やって、泳がなあかんねえから待てよ。あ、みんなサービスショット、ほらサービスショット、みんなほら、これサービスショットで、今上階唯一のサービスショット、もうこのパートなんぼにかわからへんけどにして初めてのサービスショットで最後です。お前ふざけやがって、デモニルかかるぞ、食らわせるからな。お前待てよ、行け。え、まだ、はい、デモニックランスのお見舞いじゃ。上官さ、このコスチュームと声が全然合ってへんねやけど、このミスマッチは大丈夫なのかしら。あ、倒してくれた仲間が、仲間強いな。え、でもあの上のやつ届かへんよな、俺どう考えても届かへんと思うんだけど、まあいいか。だってもうちょっとしたらまた新しくね敵を用意してくれると思うんですけれども、せやね、じゃあ上官ちょっと先陣切って行ってみる。はい、来た、ここや、あ、おいで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 、はい。お前やな、あとは。あれ、どこ行った？あった、足、はい。この足でも攻撃しても、拉致やかへんからな。おい、お前こっち攻撃してくんだよ。うわお、危なっ。あ、オーバーヒートした。よし、ならば上官だ。待たせたな、お前ら。上官が次に戻ってきたぞ。よし、仲間になろう、お前ら。あ、あいつの仲間にしようか。おいで、おいで、おいで。はい、おいで、ナイス。おい、かかってこいよ。ストリンガーが叩きのめしてくれるわ。おら、これ潰れへんのか、もしかして潰れへんかもしれへんな。あれだってダメージ的に潰れてもおかしくないはずやねんけどな。もしかしてあれは潰れない設定なんかもしれないね。まあどっちにしても構わへんわ。こっちはもうストリンガー J9 一発でお前進めてみせるよ。さあおいで、どこにいる、立って、はい、立って、オッケー、来た、はいはい、まず1匹目、はい、1匹目終わり、オッケー。まだあるよ、 MMF もあるからね、こっちは。 MMF も使っちゃおうか。これはね、まあなんていうんだよ、スナイパーと言われるものですね。ただ威力が高い、非常に威力が高いスナイパーでして、かなり攻撃力に特化してる分弾もあんま入らないんですけれども、おー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 おお、どこにおったん、どこにおったん。でもね、まあ、こういう戦いには向いてるかもしれないね。ほらほらほら、 OK、 ほら見て、アジョーカン、もう上官一つでもここに沈めちゃうよ、ここに沈めちゃうよ俺。待って、ちょっと待って、ちょっと見えへんねん、前が。どこにいる、あー、そのとこにいちゃって、はい、おはよう、はい、ナイス、危ない、はい、おはよう、はい、おはよう、さよなら。あ、ここにもおるな、なんかどこかおるぞ、あっちか。さあ見えろよ、こんにちはして、上官こんにちはして、あ、はい、上官こんにちはしたが最後、はい、さよなら。よし、上官やることやりました、上官もやることやった、みんなもやることやって。そういうとこシビアね、そういうとこは上官シビアやから。でも上官も取るもんがないからさ、アイテムとしても、レンジャーとかエアダイバー、ほんであとウィングレイダー、じゃあウィングダイバー、エアレイダーやって、まあフェンサーはやってないんですけれども、いろいろこうね、その陛下によって得られるっていうか得やすいアイテムゲットのね場所とかもあるみたいで、でまあレンジャーのところワイワイは今ないんでね、だからあんまりアイテムゲットできてないんですけれども、その分ウィングダイバーはね、前にやった女王の部屋ね、蜂の女王ね、あの蜂の女王のところでこいつはアイテムゲットできるんです。すごいやろ、ももはやナンバー75ぐらいの部屋でさえ、ミッションでさえもうアイテム集めにできちゃうっていう。はい、フォーメーション4、はい、フォーメーション4。いや、このふざけてない、なんかお前ら、フォーメーション4だけふざけて。おお、始まった始まった、はいはい、始まりました始まりました、はい、オッケー、オッケー、あれ撃つぞ、あれ撃つぞ、よっしゃ、はい、1、2、3、はい、4、はい、オッケー、4発、こっちは、こっちにもおる、あー、ほぼ落ちてきた、いっぱい、よっしゃ、任せろ、あれ2発のやつや、あれ2発のやつ、オッケー、あっちは、はい、あれも2発のやつ、はい、1、はい、2、オッケー、あ、こっちは、4発です、これ2発です、はい、2発出てきた、はい、あれ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 あ
頭脳が不可欠だ。頭脳とかどこかに司令船ブレインと呼ぼう。ブレインがいる。必ずだ。それがアースイーターの弱点か。ブレインが存在するという証拠はあるのか。いや、だが他に勝ち目はない。ブレインが存在しなければ人類はおしまいだ。あ、まだ来た。はい、一発。はい、あれ何終わり。どういうことどういうこと。あれ倒さんでいいの。さあ、ということで、アースイーターを制御するには何かこう考え方を持ってる、そういったものがあるんじゃないかっていう話をされてましたね。それがまあブレインと呼ぶということになったんですけど、関係なしのドラゴンの群れが接近中、恐ろしい数ですということで、ドラゴンを倒すということでまたウィングダイバーに変えました。まあ前にちょっと使ったことあるんですけれども、プラズマウィップ S、 こちらちょっと使ってみましょう。こちら作戦主任、ものすごいいますやん。ドラゴンを殲滅しろ。お、分かった、上がってこいよ。ドラゴン上がってこい。俺も飛び跳ねたろか、お前らの前で。いくらでも来てくれていいよ。あが、仲間は来たかよ。ちなみにプラズマランチャー、えらい威力でですよ。ほらすごいやろ、この威力。これすごいね。でもね、ちょっとエネルギーをよく使っちゃうから。おらー、さあ飛び跳ねろ、前へお前ら。前おら、どやかかってこいよ。おかかってこいよ。あ、すいません、すいません。いや、すいません、すいません。いや、チャンス、ナイス。ああ、ここでこれちゃう。はい。あ、いいぞ。あ、ここでこれやって、絶対。はい。届かへんだよな、でもな。距離的に届かへんだよな。じゃあ、俺が近づかなあかん、これ。よし。ならば召喚が見せてやろう。上がってこい、お前ら。ん？見つかった？見つかるとかないんだぜ、俺には。俺が見つけたんだ、こいつらを。獲物をな。あ、分かった。これ硬いわ。あら、硬いこと。びっくりするぐらい硬いですやん。そんな、これなんか全然上官なんか武器的に合ってない気もするけど。いいかな、これで。オスロパーショット撃つ？これ、ショットガンも一応持ってきてます。ほらね。ショットガンの方がいいかなと思って。待って。仲間にしてから。オッケー。ここは仲間なし？あら、過酷。はい、上官についておいで。了解だ。上官がすべて、あ、了解だ。うん、なんかそのなんかめっちゃ綺麗な返事されたら困るわ、逆に。しやな、一匹一匹倒していくしかないよね。上官は結構範囲攻撃みたいなのないから、普通にもう倒していくしかない。変にだからみんなを敵に回すと困るんじゃないかな、もしかしたら。じゃあみんな、ちょっとキャラメルラテ飲まへん。ここでちょっとキャラメルラテ一服してから行こう。あのね、敵の数が多すぎて話にならないっていう感じですね。これね、ほんまに一匹一匹の体力が弱いからまあなんとかなってるけど、普通に考えたらこんなんかなりきついんじゃないかなって思う、そんな感じのところですね、ここはね。あと仲間がなんか下で、あ、こいつ金色や。あいつおしゃれな色してた、今見た？あいつもや。あいつ攻撃力高いとかそんなんある？なんかね、そういえば言うの忘れてたんですけど、インフェルノとかやってるとね、たんまに色違うやつが出てきたりします。その色違うやつは多分なんかね、理由があるんやと思う。アリでもね、金色みたいなアリがいるんですよ。あとクモはね、なんか真っ白なクモおった。まあだからいろんなところでね、レベルが高ければレベルが高いほど、もしかしたら何かこう新しい種類というか強さを表してるから、多分あの色はもっと硬い、そういった種類とか攻撃力の高い種類とか、そういうのが出てくるのかもしれないね。まあとりあえずこのドラゴンを普通に倒すと、まずはい、いやもう発見っていうか、もうこっちはもうドラゴンの街やねんけども、もうなんかそれはいいな、そういう曲ありそうだ、ドラゴンの街。緑の体を揺らし。ちょっと待って、俺今さ即興で考えてやってんねんから、お前らちょっと静かにしといてくれ、頼むから。考えなあかんねん、こっちもいろいろ。はいはい、 なんて。おうおう、うん、安全な地域はもはやありません。ああ、そうですが、おう、 EDF は状況の打開を約束しており、おう、反撃作戦によりフォーリアを撃破するとのことです。え、マニフェスト的なこと。あ、いいじゃない。これ EDF ってでも国がやってるあれなんかな、機関なんかな、一応形で言うと。それとももしかしてさ、個人的なものなんかな、個人的というか、そういう民営みたいな、民営とかいう言い方だとちょっとおかしな話になってくるかもしれないけれども、そういう感じなんかな。これ金色なんやねんな、ほんでな、多分ワイワイの予想では金色は攻撃力が高いんだと予想してます。こ
ちらスカウト。はい。敵の大軍が作戦エリアに接近しています。敵の大軍？危な。敵の大軍って何や？え、また新しいやつ来んの？嘘や。え、またドラゴン来んの？めっちゃ時間かかってるでこれ今。え、増えてんの？だいぶ減らしたはずやけど。なんて恐ろしい光景なんだ。おう、恐ろしいってか、なんか目がチカチカしてならんわ。一つ言うけど視力悪なるわ。単純にそれだけない。出た。子供わけわからなさすぎて笑えてくる光景な。はい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 、いつものやつね。こんだけ体力あってこれ溶かされてんねんもんな。お、なんか、お、捕まえたこいつ。あら、いい経験させてもらいました、ごっさんです。ちゃうか。はい、ずいぶん減らしました。はい、あ、こっちもいる。なんかね、画面グワグワするからね、あんまお見せできないと思うんですけど、これ。お、ただ、ドラゴン自体はもう増えてません。どっかから世界各地で調査が続けられていますが、はい、未だブレインらしきものは発見されていません。あ、ブレイン？宇宙にいる可能性はないか？やっぱあいつ嘘言うてんじゃん。なんとも言えない。適当なこと言うてんじゃん、あいつ。ちゃう？あ、クリアした。よかった。え？なにこれ？シールドガービー？港湾地帯に大型輸送船が飛来、撃破作戦が試みられましたが、大型輸送船は7つの防御スクリーン発生装置を投下、周囲一帯を防御スクリーンで何絵にも多い守りを固めているそうですと。だから、あれをなんとか潰せっていうことを言ってんのかな。うん、多分そういうことやね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ近距離戦ってことや。あ、来た。防御スクリーンが複数展開しています。おう、ほら、一度にこれほどの防御スクリーンが確認されるのは初めてです。初めて？あ、そんないっぱいあんの？どっかにでもないるんじゃないの？あ、もう俺もあんまよくわからへんけど。作戦エリア内に防御スクリーンが入り乱れている。多数の発生装置があるはずだ、周囲を確認しろ。どこがまずさ、今どの円に属してんのかもわからへんからさ。あー、上官おった、上官おった、じゃあ上官やで、ほら上官おった、ほら見て見て。はい、どうもー、ジャカジャカちゃん、ジャカジャカジャン、ジャカ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 ジャンケン、ほい、はい、パー出した、よかパー出した、けストームチーム、あ、これ待って、あれ、あれ倒そう、アリだらけやん、これ。この、あ、アリが3号発生させるっていう理屈が未だに俺理解できへんわ、まだ。え、どういうことですってなるわ、一旦。まあいいわ、だいぶこれ、これ倒すか。あの、なんか、はいはい、はいはい。攻撃には干渉しない。うん。防御スクリーン越しの攻撃に注意しろ。防御スクリーン越しの攻撃ね。まあでも防御スクリーンね、今まで倒してきたから別に上官は。ただこの外の、この外というかこの飛び回るやつだけ厄介やねんな。あれ、あれなんとかしてほしい。おっしゃ、これ全員防御スクリーン、これ全部潰せってこと言ってんのかな。やったらどこにいるんか一回探さなあかんな。探さないかな、多分。ちょっと待って、どこに、どこに、どこが中心なのこれ。あった、一個あった、一個あった、一個あった。とりあえず、とりあえず、一個あった。防御スクリーンと防御スクリーンの。おう。ああ、それ、それ説明してくれた。おっしゃ、ストリンガー見せろ。はい、オッケー。どう、あのためにわざわざストリンガー持ってきた。一発で喋る。あいつはちょこちょこちょこかちょこか逃げよるからさ。複数の防御スクリーンに囲まれると危険だ。うん。発生装置を一つずつ修正。なんかあいつ、撃っていいのあれ。あんま戦う気ないけど。じゃあ、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 はい、OK。 成功したよ。ちょっと待って、嫌なもん見えた、俺右側に。うわ、ちょっと待って、まだ機械いるわ。あのデュロイってやつがね、意外とめんどくさいよな。仲間は多分めっちゃ倒しにくいと思うんだよな、彼を。だからちょっとデュロイ先倒してくるわ。えい。これ上官大丈夫？はいはい、現在調査に向かって。おはよう。天文台のデータによると、アースイーターが出現する数日前に、うん、隕石の落下が確認されている。隕石の落下、調査どころではなかったようだが、ひょっとしたらブレインと関係があるかもしれない。隕石が、ちょっと待って、大原初めて役立つんちゃうん、マジで言うてんの。あ、ここにもおる。あれも潰そう。なんか輸送船がやっぱりあこにあるんで、なかなかなんていうの、アリが減らないね。でもここもひたすらアイテムいっぱい手に入りますね。これもまた一つちょっとアイテムを手に入れるにはいいところかもしれない。ただあいつを倒すっていうのがどっから行けばいいかわからん。あれ倒せへんからさ、あのシールド。
だからこっちの陸から行かなあかんのかな、あのほらあの部分に行って、であの先っちょ部分からアコを撃つみたいな、多分そんなことしなきゃいけない感じかな、イメージは。はい、お邪魔します。はい、さよなら。オッケー、イエーイ。やったー、近い。オッケー。徐々に案の輸送船に近づいていってます。さっき言ってたのね、陸地の方に来てます今ね。多分シールドがあと何個あるやろね、3個ぐらいは多分あると思うのよね、イメージで言うと。だからとりあえず3個ぐらい、まずシールドを破壊したいと思います。仲間とはちなみにちょっとはぐれてしまいました。あ、輸送船や。はい、オッケー。じゃあこのシールド潰したいねんけどな。じゃあこのシールドもさっき潰そうかな。潰せよー。はい、オッケー。あとはあこぐらいちゃう、シールドで言うと。違うかな、多分あいつは結構でかいシールドやと思うけどね。はい、オッケー。あ、まだあるな。あ、ないわ、なかった、シールドなかった。お前ら俺が守りますって言うて、お前泳いでる場合ちゃうぞ。こちらオレハ、隕石落下地点に到着。おう、ただの隕石だ。なんやねん、思わせぶりなこと言うて。さすが大原、お前ほんま不必要やな。大原おった、最後のありや。オッケー。隕石が落下した地点は他にもある。え、そうなの。あ、それ隕石って、隕石説は捨ててないんだ、まだ終わらん。これ見て、めっちゃちっこい。これ、あ、潰れた。